分身のアセンドン。ところでもたもたしてたら予選落ちちまうぞ。みんな怪我ねえか？うん、なあもうなんで美味しいとこ持ってっちゃうんだ。これせっかくの見せ場だったのに。これえ、いや悪い。もういぎうどん、もう一匹化け物探しに行くぞ。このハマルちゃん待ってよ。おーい、化け物退治がルールじゃねえぞ。張り切ってやがんな、このハマルのやつ。炎の十人試験、ナルトバーサスこのハマル。知っての通り、今回の十人試験は第四次忍海大戦に備え、イレギュラーに開催されるもので、この目的は本来の里同士の力比べではなく、忍び連合軍の貴重な戦力の確保。おめでとう諸君は見事に第二次試験を通過した。勝ち残った諸君には最終試験。おい、あいつは。ああ、木の葉の里を一人で救ったっていう。嘘、渦巻ナルトさんじゃないの。なんであんな化け物が十人試験に混ざってんだよ。まだ下人らしいぜ、ナルトさん。冗談だ。ナルト兄ちゃん注目の的ね。そりゃそうだよ、なんたって木の葉の里一番の忍びだもの。本戦のルールを説明する。本戦は1対1の自由戦闘で行われる。イレギュラーとはいえ、中忍試験がお前たちの力を見せつける場であることに変わりはない。全力で戦え。命がけで戦う試験だからこそ意味があるのだ。一緒に中忍目指すぞ。または忍具とみなされる生物の使用は認められている。何でも中忍になってみせるぞ。なんか俺にも勝つ気満々だな。兄ちゃんといえどもライバルだ。これうん、俺だってまだまだお前に負けるわけにはいかねえかんな。兄ちゃんなんてこれだこれ。よーちお前なんか指一本だ。ギッテンギッテンにしてやる。グッチョングッチョンにしてやる。ナルト、やってやる。ほらナルト、大事なこと言ってんだからちゃんと聞きなさい。サクラ、うるさい。ナルト、覚えてなさい。サクラちゃん、怖いってばよ。それではこれより中忍試験本戦第一試合の組み合わせを発表する。試験官は準備してくれ。第一試合、渦巻きナルト対サルトビコノハマル。あー燃えてか。おー、いきなり渦巻きナルトかよ。こりゃ消化試合だな。あのチビかわいそうにな。俺たち逃げなくて大丈夫かな。ああ、いや何、渦巻きナルトは人中力だろ。しかもキュービをコントロールできないっていうし、もしあのチビが頑張っちゃってキュービが暴走。考えすぎで。このハマルちゃん、よりにもよってなんてことです。教育係といえどこんな時は何もできない。ただ信じて応援してやることしかね。このハマルくん、頑張れ！頑張るなよ！ちょっとで負けて引っ込みやがれ！次！ダラダラと試合を長引かせんなよ！頑張れ！頼んで！このハマルちゃん！頑張れ！参ったな。けど、このハマルとは本気でやりて。兄ちゃん、俺この日を待ってた気がする。ん？チャンスだこれ。みんながこの試合に注目してる。みんなが兄ちゃんと俺を見てる。
みんなに俺の戦いを見せられる。俺を、この葉隠れの忍び、このハマルをみんなに認めさせる絶好のチャンスだ。これ行くぞ兄ちゃん。来い、このハマル開始。大玉ガセンガ。ちょ、おま、それまだ教えてる。いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ。くれ影分身の術。果汁影分身の術。もうやられてやんの。当たり前といや当たり前だが。ああ、渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次、さっさと次の試合を始めろ。悪いなこのハマル、俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により。お、続けられんのか。まだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。お前が言うな、お前が。あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんにはこのおかげへの一歩ですぞ。おかげの名前が欲しけりゃな、この俺をぶっ倒してからにしろ。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。俺にパス入れてみな。手裏剣影分身の術。何？行け！ジジイの術だこれ。さらにカドン排斥ショー。結構できるぞ。あっちゃっちゃっちゃ。もう手裏剣もねえ、チャクラも尽きた。でもせめて一発。このハマルのやつは張り切りすぎだってばよ。しまった。俺の名はサルトビコノハマル。おかげになる男だぞこれ。おかげの名はそう簡単には譲れねえってばよコノハマル。おう、バカバカバカ
バカ。バカじゃん。また、今回は特例としていくつかの制限を設けさせてもらった。その1、戦術の禁止。他の連中の手前、ハンデは必要だからね。え？渦巻きナルトは反則行為により失格。勝者、サルトビ・コノハマル。ナルト、お前ならいつでも中忍になれるだろう。ま、実力ならもう俺よりも上だからな。そうですとも。なんてったって君は木の葉の英雄なんですから。あ、いや、そんな、それほどでも。やっといつものナルトに戻ったわね。さ、帰るわよ。ちょっと待ってこれ。ん？俺も一言言わせてもらうぞこれ。よかったな、このハマル。これからは部下だ。